仙台市立上杉山中学校。仙台市立上杉山中学校。仙台市立上杉山中学校は、宮城県仙台市青葉区上杉六丁目にある公立、中学校。通称は、上中、上中。校歌は同様、焚き火で知られる、辰巳製菓の作詞である。仙台市内で最も古い中学校の一つである。上杉地区は、仙台駅。 一番町などの市内中心部に近く、県庁、市役所などの観光所も近いため、他校に比べて、転勤による、転入、転校が多い。また、隠し交通機関が集中する北仙台地区にも属しており、教育環境や、県内の南関新学校への進学率の高さから、わざわざ学区外から越境中学する生徒もいる。スローガンは、さらなる飛躍上中で、 屋上に看板が設置されている。地元では古くから文武両道の公立中学校として知られ、ナンバースクールへの進学率も高く、中層体の成績も良好であった。2006年度、2009年度は陸上部が全国大会に出場し、また合唱部は2009年度のアンサンブルコンテストで、 全国大会出場を果たした2007年には、剣道部員が中層体験大会個人戦で、準優勝し全中へ出場するなど、伝統的に強豪校となっている部が多く存在る。また吹奏楽部が宮城県代表として、青森で行われた全日本吹奏楽コンクール、東北支部大会出場を決めた。合唱部は、東北大会、全国大会出場を決めた。その他、 吹奏楽、陸上において、東北大会への常連校として有名である。進学実績では、県内トップの仙台2校、仙台1校に合わせて30名程度が、毎年進学する。上杉山中学校は、中心部から少し北側の上杉地区にある、中学校である。校地がある、上杉六丁目は、教育施設が密集しているため、市内有数の文教地区となっている。 また、北仙台駅周辺の地域は総称して、北仙台と呼ばれるが、北仙台地区の南部に属する。高知の西側は、市内有数の幹線道路、あた上杉通であり、交通渋滞に伴う排気ガスなどの影響をよく受ける。また、東側は、閑静な住宅街と梅田川が流れ、東側に関しては勉強するには最適の環境である。高知の西側は、 河合塾、NEXT、南側は、東北大学、秋吉寮を挟んで、宮城教育大学附属小中学校、南西部には、宮城県立務学校、宮城県展示図書館などが存在し、教育施設が密集した地域である。放課後の課外活動として、部活動及び愛好会がある。任意加入制で、1年ごとに部活動の所属の有無を確認するプリントが配布される。 部活動は一つしか加入できないが、愛好会は部活動と掛け持ちすることが可能である。部活動及び愛好会の加入に男女別の制限はないが、2015年現在、サッカー部、野球部は男子部員のみ、ソフトボール部は女子部員のみとなっている。陸上部、剣道部は男女混合ではあるが、形式上男子部と女子部に分割している。 2006年度は陸上部が全国大会に出場し、吹奏楽部が8年ぶりに県大会で金賞を受賞した。また、合唱部は2009年度のアンサンブルコンテストで全国大会出場を果たした。2018年度新人戦では男子バスケ部県大会初優勝を飾った。年間を通して活動する上記の部活動の他に、 季節部と呼ばれる期間限定の部活動がある。これらは正式な部活動ではなく、大会間近に出場するために結成されるため、他の部活動との掛け持ちが可能である柔道部、中層体前のみ。総合学習時間は、次の期タイムと呼ばれ、週1から2時間ほど設定されている。内容は、課外活動の活、修学旅行、職場体験学習などの計画や、 進路学習、望遠教室など多種多様な内容となっている。杉の木とは学校のシンボルであることから名称設定されていた。しかし、現在名称は改正され、普通に総合学習と呼ばれる。夏休みの自由研究がない。その代わりに個人研究と呼ばれる総合課題学習がある。個人研究は、 いわゆる自由研究の一種とは以下の点で異なる。毎年、生徒会長、男女副生徒会長、一年役員代表を全校生徒による投票によって選出する。生徒会長、男女副生徒会長は2年生から、一年役員、代表は1年生から選出される。しかし、2018年度からは、前期生徒総会で、 副生徒会長が一年生から一人選出されることになり、一年役員代表が亡くなった。生徒会執行部は集会や様々な行事に関わり、その準備を受け持つ。また、日常的な活動も行っている。などは常に行われている。執行部の方針や活動は、毎年2回行われる生徒総会の後期にて、全校生徒の承認を得て、大枠を決定する。 年2回行われる、上杉山中学校生徒会における最高決定期間である。後期には、新執行部の方針を、前期には、生徒会スローガンをメインとして議論されていく。月に一度ほど行われる。学年委員、各種委員会委員長、執行部役員が出席する。ここでは、各種委員会報告、全校生徒活動目標について、メインに話し合われる。 学校の様々な活動を担う専門機関。毎学期に各クラスから指定人数の委員が選出される。兼任は不可。過去に廃止や統合が行われたが、現在では以下の委員会がある。毎年5月中旬に各学年で以下の校外活動がある。遠足は新入生にとって初めてのクラス行事であり。 クラスでの結びつきを強くする絶好の機会である。2003年までは、岩手、平泉、2004年より、山寺、2006年からは、森岡で行われた。2008年は、福島、2009年は、山形の米沢、2010、2011年は山寺。2012年も、森岡だった。2013年は、再度平泉に、2014、2015、 2016、2017年は山寺となった。中学校に入って初めての宿泊学習である野外活動は2泊3日で行われる。活動する方面は毎年異なり、2004年は岩手、安比高原、2005年は気仙沼方面、2006年は秋田、角野立方面、2007年は山形県での活動となった。 最終学年である3年の最大の学校行事で、ある修学旅行は、毎年目的地、宿泊日数などが異なる。修学旅行は下術する、姉妹校庭経営以後、東京方面、北海道方面を1年交代で行くという形式であったが、2005年度よりこれを廃止し、東京、京都、北海道の中で生徒が多数決で決定した。 目的地へ行くという形式に変更された。アンケートは1年生の頃に行われる。しかし、2005年は横浜、東京方面、横浜メインの活動の希望者が多数だったため、横浜、東京方面となった。2006年度は京都、奈良方面へ向かった。2007年度は北海道方面。2009年度は東京方面。2010年度は 北海道方面、2011年度は、東京方面、2013年度は、東京方面、2014年度は、京都、奈良方面、2015年度は、東京方面となった。クラス対抗である、最初の学校行事として、毎年夏休み前の7月中旬に、合唱祭が行われる。学年ごとに、課題曲、クラスごとに自由曲が設定され、合唱祭にて、 各学級ごとに演奏して、毎年閉会時に、各学年の最優秀賞、優秀賞、指揮者賞、伴奏者賞を表彰している。さらに最優秀賞の中から最も、良い歌声を響かせたクラスには、グランプリ賞が贈られる。会場はその年によって異なり、2003年までは、仙台市民会館、2004年は広瀬文化センター、2005年からは、 大白区のラクラクラク、ラララホールにて行われた。2012万2013年は、泉ィ2 1 2014年は、東北大学のホールで行われた。文化祭として、大樹祭が毎年9月に開催される。大樹祭は、生徒の1年間の成果を発揮するとともに、得意分野を発展させたものを公開、ステージ発表するものである。一般公開されており、 OB を始めた校の生徒、地域住民などが来校し、大樹祭を楽しむ。開会行事、自由観覧、閉会行事からなる。閉会行事の三上杉山中学校厳正と、現教員のみの参加となっている。開会行事は吹奏楽部、合唱部が曲や歌を披露し、三年生が毎年よさこいらん部、リダンスを披露する。最近では一点二年生も、 よさこいやニューソーランを踊る。また、個人研究のステージ発表もここで行われる。昼食の後自由観覧が始まり、各教室に展示された、個人研究や生徒会執行部、JRC 委員会などの催し物を楽しむ時間となる。執行部の催しとして2012年は、射的、2013年は、クイズ、2014年は、クロスワードパズルが行われた。 JRC 委員会の催しとして2014年はお化け屋敷が行われた。2016年にはトリックアート展と称して数個の椅子を並べるという不可解活動が見られた。なお、その展示会場への立ち入りは認められなかった。閉会行事では生徒からの有志団体のうち事前選考を通過した団体が様々なパフォーマンスを披露する。毎年ダンスや歌。 バンド演奏が大半を占めている。なお、パフォーマンス中の下記の使用は認められていない。毎年11月に行われる、球技大会はバレーボールで、クラス対抗方式となっている。体育祭、運動会がないため、球技大会がその代役を担っている。以前は、学校の体育館で行っていたが、2003年からは、学校と青葉体育館を借り切って開催している。 もちろん、青葉体育館の天井にもバレーボールが挟まっている。1.2年生から選抜された予選式実行委員と申請と会執行部が、教員の助言を聞きながらも、自分たちで3年生を楽しませ、感謝の気持ちを送るために計画する。2013年度2014年度とインフルエンザの流行が被り、2013年度には短縮。 2014年度には中止となった。また2017年度には第一部、二部と分けて行われた。卒業式の前日に行われる生徒主催の会である。会の企画、運営、役割もすべて生徒がやることになっていて、選抜された実行委員を中心に3年間お世話になった先生方に感謝を込め、花束贈呈、感謝の挨拶などが行われる。 2007年度の旅立ちの日には、明日への扉をモチーフとし7年オリジナルとして歌われた。2013年度には、道を披露した。2014年度は、インフルエンザの流行のため準備が間に合わず中止とった。上中は授業、選択体育の一環として、良さこいを行っており、毎年有志によって、チームが作られる。このチームは、 上中よさこい魂樹というチーム名で、大樹祭、萩野中との交流会などの校内行事にて演武を披露している。また、校内活動に限らず、校外でも活動しており、他校の文化祭に友情出演の形で参加したこともある。道のくよさこい祭りには2004年より参加しており、2005年は NTT 東日本が実施した、道のくよさこい祭り感動。投票。 再感動。ウェブヨサコイベスト10ランキングの第7位にランインした。しかし近年では行われず、ヨサコイの披露は大樹祭や予選式のみとなった。ヨサコイの指導には、毎年、ザ・かけるハラが講師として呼ばれており、ランブやリダンスなどを指導する。上杉さん中学区は、以上4小学区から構成されているが、 中学区全体の90%以上が上杉山通小学区であり、入学生のほとんどは同小学校の卒業生である。それ以外の小学区からの進学者は、学区が極めて狭いことから例年数名程度となっている。また、中学校入学時に立地域から転入する入学生も多いことが特徴である。上実の通り、記念品や資料を展示している。 特別教室であるが、普段は3年の数学の時間にも使用されている。3年の数学は入試演習があるため12月までに終わらせなければいけなく、授業の進度が異なる習熟度別では、入試指導の上でばらつきが出るので、一つのクラスを二つに分割して少人数授業を展開する。その際にこの教室が使用されている。また、 昼休みには交流室を心の教室として生徒に開放していたが2014年より開かずの間となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。